うちは工場を持ってる商社ですと。最初は商社で始めてたんだけど、それで付加価値を上げていこうということで工場も立ち上げたということですね。商社だから卸をやってるから材料自体は他のうちよりも安いわけですよ。それを使って加工までやっちゃおうっていうふうに考えた。人命だとかそういったものに貢献できるような仕事だったら一緒にやらせてくれって話はしたんですけど、慣れてくると金属もやってもらえないってお客さんに言われればそれやってみましょうかってやる、それもまたきれいにできちゃうっていう。商売を目指しましょう、向こうも笑う、こっちも笑う、その笑いがこう両方ともこもってる、これが商売だと思ってるから。昨日より今日、今日より明日っていう形、どんなことでもいいから毎日成長してこいよって、そういう会社になるのが最終的な夢なんで、今はそこへ向かっていく考え方でいますけどね。